世界平和女性連合の皆さんの活動に私も一定理解をし、また応援をしてました。ボランティア支援のための、チャリティーパーティーがあるということで、そこに、参加費という形でお支払いをした、こういう経緯がございます。団体からですね、財政的な支援とか寄付とかは一切受けたことは私ございません。優香さんの選挙支援という証言があるんですが、こちらは事実でしょうか？多くの人に支えられて選挙やるもんですから、どういう形でボランティアの人たちがお手伝いいただくかというのはちょっと私は分かりません。ですから、もしかしたらご支援いただいている方の中にそういう方がいらっしゃったということは否定できないかもしれませんが、私は分かりません、それは。